ごきげんよう、頭突きつくるです。登録者数も増えてきて、そろそろサインのこととか考えた方がいい時期かなと思いますが、一人一人にサインを送ることはできないので、本当にして配布しようと思います。というわけで自作フォントを作ります。まずフォントについて軽く説明しておくと、フォントファイルには現在トゥルータイプとオープンタイプという2種類の形式があります。トゥルータイプが昔からあって広く普及している Windows 標準形式、オープンタイプが新しい形式で Mac の PC などでも使えて異端児にも対応する高性能型。今回は基本のトゥルータイプで作ります。さて本題のフォントの作り方なんだけど、今回はアイコムーンというサイトを使ってみようと思います。こちらはアイコンフォント、画像をアップロードしてオリジナルのフォントセットを作ることもできます。アップする画像をあいうえお ABCD みたいな文字にすればオリジナルの文字フォントセットを作ることもできるので、今回はそれをやろうというわけです。というわけでひらがな、カタカナ、数字ぐらいを手書きしていきます。ひらがなカタカナで46文字 ×2 の92文字、小さいあいうみたいな文字もあって、濁音、半濁音も入れることで約160文字です。うおー、手書き頑張るぞ。そういえば小学校4年生の時に偶然たまたますごく綺麗に書けたひらがなの根を切り抜いて未だに持っています。小学校6年生ぐらいの時に先生がオリジナルフォント作ってくれたことあったんだよな。その時は自分は字を書いただけだったけど、どういう方法で作ってくれたんだろう。よし、手書き完了。うんうん、結構綺麗じゃない？綺麗だよね。一部の癖字とか書き順はご愛嬌です。では次にこれをデータ化していくんですが、これが大変そうなんだよな。めちゃくちゃコツコツやる必要があるぞ。でもだからこそ完成した時に満足感もあるはず。頑張るぞ。文字の濃さは大丈夫そうだから、この文字をパスにしなきゃいけないらしいので、イラストレーターを使います。パスというのは簡単に言うと普通の写真みたいな画像とは違って、文字とか図形や絵を点と線などの要素で表したもので、これを拡大縮小しても粗い画像になったりしないわけですね。フォントはサイズが変わっても綺麗に表示される必要があるので、それが使われます。と言っているうちに、慣れないイラストレーターの操作に苦戦しつつも文字がパスになりました。ひえー、これをあとだいたい160回ぐらいやるのか。弱音を吐かないで頑張るぞ。何かやり方を失敗していると後が怖いので、まずはひらがなを処理したところで実験してみます。 SVG ファイル形式で出力してデータをアップロードして、どのファイルがどの文字に該当するのかを設定してあげる。それを出力すると、おお、できてる。自分の手書き文字がこうして実際に画面上に表示されているの、不思議な感覚です。うん、大変ではあるけど最初の印象よりはまあまあ。工作ってそういうところありますよね。最初はとても終わりそうないなって思っていても、コツコツやってるうちに終わるみたいな。テンションも上がってきたところで、カタカナと濁音や半濁音、それに数字も作っちゃうぞ。あ、そうだ、せっかくアイコムーンなんだからアイコンもあった方が楽しいかも。そうと決まれば作るマークを書いて、これを記号に割り振ったらOKのはず。よし、完成。フォントになると思って字を書き出した時はちょっと緊張してたから、最初に書いたひらがなはちょっと小さいな。後半に書いた文字になるにつれて大きくなってる。まあこの不揃いな感じが手書きっぽくていいよね。どうですか、作る手書きフォント、綺麗に書けたと思います。まだ漢字はありませんが、とりあえずは文章が書けるようになりました。これはブースにアップロードしておくので、女子くんたちも私の手書き文字を印刷しまくって臨場感を感じてみてください。それでは頭突きつくるでした。またね。チャンネル登録ボタンを押してつくるちゃんをゾンビの群れから助けよう。助けて女子くん、チャンネル登録ボタンを押してシャッターを閉めて。噛まれちゃう。